モンテリマールは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地域圏県、ドローム県のコミューン。別名で、プロヴァンスの入り口と呼ばれる。蜂蜜とアーモンドで作ったヌガが特産である。ローヌ・川谷の中間にあり、ジャブロン川とルビオン川の合流地点に位置する。プロヴァンス地方への北側の入り口にあたる、モンテリマールは、ドーフィネとプロヴァンスの生態系が混ざり合っている。 アデマール城ローヌ川モンテリマール地域での人の定住は非常に古くに行われた。一組の日打石からたどるとムスティー文ン下である紀元前5000年頃となる。ケルト人がやってくるとセゴウエラウネス族の領土となった。このケルト人のとは都市の二つの突端の上にあった。ゼリのオッピドゥムはジャブロン川とルビオン川の古い合流地点ではなく、 ナルボンヌ・沿岸の終点に当たった。西暦100年頃ローマの影響下に入ると、ジェリの地は現在のモンテリマール中心地にできた新しい町の恩恵を徐々に受けなくなっていった。町はその名を変えた。その町はアキューナムと関係があり、ルビオン側に架か,かる橋のそばに宿場が設置されたことがパブラ・ペウティンゲリアナでわかっている。アグリッパ街道は 都市の成長の青写真作りを助けた。フォルム、バシリカ、公共浴場がそこにはあった。町には3本の水道で水が供給されていた。民族大道時代、町は2つに分割された。フォルム周辺にできた新たな町と、ルビオン川に架か,かる橋を守るナルボヌ及びアキューナムである。その後数世紀、モンテリマールは次から次へと、 新たな支配者を迎えた。11世紀終わりから、アデマール一族がこの一帯の支配権を得た。モンテリマール初代領主ギヨームユーグダデマールは、第一回十字軍で、教皇特使を務めたアデマールド・モンテイユの兄弟であった。この一族は13世紀までモンテリマールを治めた。12世紀、ナルボンヌの突端に、アデマール家は邸宅を建てた。 1365年、モンテリマールの一部が共同統治者たるローマ教皇の保護下に入った。教皇は風格のある宮殿を改装し、城壁を修繕した。1447年、同ファンであるルイ王子がモンテリマール領主となった。ありがとうございます。